落合金行は、平安時代末期の武将。源義仲の家臣。木曽谷の西の入り口の美の国那郡を落合村に、館を構え、落合五郎健康と称した。源義仲に対して、樋口金光、今井金平と共に家臣として仕える。自称四年の義仲挙兵,兵時より参戦し、白鳥河原の勢い揃い、横田瓦の戦い、栗から峠の戦い、 篠原の戦いなどに参戦した。義仲廃止後については、諸説があり、義仲の死去前後に討ち死にしたとする説、木曽谷に逃れて、かやが平らに隠れたという説、さらし軍の今井に逃れ、その子の健全が親鸞の弟子となったという説などがある。平家物語には、落合五郎健康とあり、樋口金光や今井金平、矢島行田ただ。 盾の地方だらと行動を共にしている記述が多く、出身が木曽中原施設の他に、根イ施設もあり、館も、美濃の落合のほか、品濃国策軍の落合という説もある。源平清水期には、品濃国には、根イ小屋田、その子、盾の地方だ、矢島行きだ、落合五郎健康、木曽等には、中三言の神金等が、子足、樋口次郎金光。 今井四郎金平とあり、根イ幸キチの子であって、さらに、基礎の住人ではないとされている。大正時代の西地区間軍師によると、金党は、その子、樋口金光、今井金平、名落合健康等に、吉中に信じせしめたとあり、作軍の記録によると、母は中原氏となっており、母が中原氏、父がネ氏という、ありがとうございます。